主演を務める桐谷健太さんと瀬戸康史さん、長濱ねるさんがインタビューに答えてくれました。一生懸命作りながらでも和気あいあいと、本当に関係ない話さっきもして盛り上がりました。目覚ましスタッフはこの3人が現場でおかしな行動をしているという情報をキャッチ。まずは寡黙でクールな天才外科医榊原を演じている瀬戸さんを取り調べです。撮影の裏側で榊原が言わなそうなことを、榊原ってもう多分何言っても面白いんですよ多分。その普段なんか寡黙な分ね。確かに。だからそれこそ目覚ましじゃんけんの時も榊原でやんなきゃいけない時あって、榊原だったら目覚ましじゃんけん、じゃんけんポン、どう言うだろうなみたいな、目覚ましじゃんけんじゃんけんポンとか、なんかそういうちょっとふざけたやつも撮ってました一応。